皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はスナックワールドトレジャラーズゴールドのファミ通紹介をしていきたいと思います。1レベル5の原画をおもちゃ用イメージイラストへジャラは非常に構築巧みに作られているのが特徴で、精緻に作られているのが特徴で、アニメに登場するものとそっくりな出来栄えです。クロスメディアとはこういうもので、参加するメーカーは他社同士を伸ばす、それ他社の同士のはずです。それなのにここまでブレずに同じ世界観で制作を生み出せるのはなぜでしょうか。そこにもまたレベル5独自のクロスメディアならではの工夫が生きています。スナックワールドでは原作とゲームを担当するレベル5、おもちゃを担当するタカラトミー、そしてアニメーションを制作を担当する OLM がそれぞれ制作ソースを共有しているのです。だからこそ各社間で統一されたクオリティが保たれています。原作を担当するレベル5は、武器の原画を制作しています。ちなみに描かれる原画は作中でデカカと呼ばれています。縮小化される前の状態のものです。原画制作の時点で子供たちにとって魅力的に映るようなデザインを目指します。またスナックワールドの世界には現実の製品のように制作しているブランドが存在しているという設定も設けることで、それぞれのジャラがよりリアリティを帯びるような仕掛けもあります。企画段階で考案されています。いいものを入手するとゲームの中でもそれに見合った効果が得られるように、気を使ってゲームデザインをしたと語っています。こうしたレベル5の原作を受けて、おもちゃを制作するタカラトミーではイメージイラストを制作してすいません、遂行を重ねながら何パターンものイラストを制作したそうです。その際には原画の魅力を損なわずに同時に量産できる点も視野に入れたデザイン画であることが条件となります。2おもちゃ用イメージイラストを金型用 CAD へ。原画はタカラトミー側でジャラのデザインを木材や質感まで細かくイメージしたイラストに起こされます。スナックワールドの世界の登場人物たちは装備品をキーホルダーのように縮小化したジャラとして持ち歩いていますという設定。ここでも作品の世界観と現実での体験がリンクしているため、木材や質感表現は重要となります。ちなみにジャラの場合は大事な要素として、ゲーム中でデータを読み書きするため の NFC 近距離無線通信の機能を組み込めます。スペースを確保したデザインでなくてはなりません。かなりの難問で、こうした条件を加味しつつ、試行錯誤を、ね、重ねてイメージイラストの決定稿が完成したら、いよいよおもちゃ化のための金型の制作へ入ります。そのためにはまずイラストをもとに 3D モデルを作る作業が発生します。ここでもタカラトミーではイラストの雰囲気を反映しつつも生産効率を最大限考慮するそうであります。大量生産される商品でありながらも豪華さを持った仕上がりは、ここでの試行錯誤が非常に生きているのでしょう。余談ですが、3D モデル化する作業は、日野さんも交えた濃密な会議で徹底的にクオリティが追求されたといいます。打ち合わせは毎週金曜日に行われて、高原さんは
金曜日といえばジャラ会議という気持ちになるのだとか、こうした日野さんとの徹底的な打ち合わせをもとに細部まで修正しつつ、金型 CAD3D モデルを作るツール、データを作る。その際に日野さんからはかなり細部まで修正指示が入るということもあるといいます。そうした細かい やり取りを経て、金型用の CAD データが作り上げられます。すいません。3、金型用 CAD からおもちゃへ、そしてさらにアニメ用 CG へ。完成した金型用 CAD からデータから金型を作ってプロトタイプが制作されます。その最終チェックをクリアしたら、いよいよ工場で生産されて箱詰めの後、全国のおもちゃ店に並ぶのです。ちなみにパッケージは作中に登場する宝箱トレジャラボックスの形を模しています。これは日野さんによると、ラインアップにはモンスターが描かれたスナックもあって、ジャラとスナック、何が当たるかといったドキドキ感を味わってもらうためだそうです。またゲーム内で宝箱を見つけてレアドロップを狙うキャラクターのプレイヤーの気持ちと、現実世界でトレジャラボックスの中身に期待する購入者の気持ちを同じ感覚にしようと考えた結果だといいます。こうした世界観を共有するために、両者の徹底的な品質管理とこだわりが詰め込まれて生まれたジャラですが、実はこれで終わりではありません。ジャラ製作から離れますが、おもちゃ用に作られたデータはその後 OLM が担当しているフル CG のアニメ制作にも使われていることになります。アニメとゲーム、そしておもちゃの世界観が統一されてブレがなく感じられる理由は、おもちゃ用のデータを元にしてそのままアニメ用の CG が作られているからです。だからこそアニメもおもちゃでもそっくりと同じであるかのような成果物が生まれてきます。これはアニメを見たファンがおもちゃを手にした時に、こうしてリソースを共有できるというクロスメディア展開の強みです。レベル5での原作イラストからタカラトミーのおもちゃ用データを得て、アニメはアニメ用に作られる CG データ、こうして作られた CG データは今度はゲーム制作にも使われます。そして完成です。おもちゃは最終的にレベル5の監修を得て完成します。スナックワールドの世界を本物だと子供たちに感づいてもらうためのツールとして、おもちゃが企画段階から重要なパートを狙って担っていることが伺えます。タカラトミーのプレゼンテーションの術。スナックワールドの企画を進めていく中、タカラトミーから上がってきたジャラのサンプルのクオリティがあまりにも高かったことから、ずっと気になっていたという日野さん、レベル5からの原画のイメージを伝えて、ジャラのサンプル制作を打点してからあまり日が経たない タイトなスケジュール での依頼だったのにもかかわらず、極めて高品質なサンプルが出来上がっていたので、一体どうやってこんな短時間に作り上げたのかと大いに驚かされたそうです。その疑問に対して高原さんは、企画コンセプトを把握してイメージをつかむまでの速度が重要だと語ります。高原さんのチームでは、託された原案をもとに実際におもちゃにした時のイメージをしながら、記者後すぐに参考動画を集めていたといいます。着想の源泉になったのが、画像を集める中で目にした武器のキーホルダー、修学旅行のお土産屋で武器キーホルダーを一度は買ったことがあるのではと語る高原さん。こうした発想から、すでに世の中に流通している武器を模したキーホルダーやアクセサリーの画像からイメージに沿うものを大量に収集して、
ジャラのイメージを絞り込んでいきました。ですがその後サンプル制作の際には NFC チップを搭載するスペースを確保しつつ、理想的なフォルムを生むのが困難を極めたといいます。なんと高原さんは日野さんの要望に応えるために、当時はまだ世の中に存在していなかった小型の NFC を新規発展開発することを決断しました。ニーズに合う技術がなければ死ぬ気で作る気持ちで、また実現してはいない技術を前提にプレゼンテーションをしたというのものだから驚きです。クロスメディアに迫るに、スナックワールド、トレジャラーズゴールドもでも手に入るあなたの知らない企業コラボの世界、コンビニがあるファンタジー世界という身近な世界が舞台となる本作。作中では独自の世界観を体現する実際の企業とコラボレーションが続々と行われています。最後にこの企画企業コラボの実現までの道のりについて各メーカーを直撃したいと思いますが、ちょっと今回はフリートークで終わらせたいと思います。スナックワールド、トレジャラーズゴールドも12日に発売、今日でいう3日後発売ですね。そんな感じで発売が楽しみになる作品となりますが、今回はこの辺でスナックワールド、トレジャラーズゴールドのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。